はい、どうも皆さん、こんにちは。こしあんです。今、緊急で動画撮ってます。フェイルノート、あれですね。ナーフされましたね。調整されましたね。矢筒のコンボスキルが、両方1500から、1000の雷撃ダメージと、1300の回復になりました。まあ、ただ、召喚されるコマ数とかは変わらないんで、まあそれでもまあ強いと思います。で、問題は、かけらを返してもらいました。引いた分の。なんで、ガチャ引こうと思います。ガチャチケット1枚と、あと、残り3回。プラス1周かな？今28ポイントなんですよ。そうすることによって、あと7枚。7枚あれば天井です。村正1体しか持ってないんで、これで交換すれば、まあ今回のね、超ゴマコンプと、なるので、引いていこうと思います。いやー、運営様々ですね。まさか引いたかけらのね、石をすべて返してくれるなんて、いや、僕は嬉しい。まあこれでね、村正当たってくれれば、僕は撤退するんですけど。いや、ガチャ引けるっていうのはね、とても素晴らしいことなんですよ。800個ぐらい返ってきましたからね、僕。素晴らしい。はい！ジェイージェイジェイジェイーもう一枚あります。僕、マツパック2枚引いてたんで。2枚分来ます。行きまーす。残り7個でしょ。7周、4周、1周ちょっと。で、1周160個。300個ぐらい使えればいけるのか。ああ、素晴らしいですね。いきまーす。はーい。ラニーとジェン、いい。じゃあ、いきまーす。引きまーす。いやー、これで天井行って、てか、まあ、天井行く前に村正が当たってくれれば、それですね、すべてね、オールオッケーなんですけど、どうでしょう。まあ、村正当たるか天井行くまで引きまーす。皆さんもお付き合いください。また動画にしちゃうんだから。まあ、運営さんがね、くれた石なんで、惜しみなく使っていきましょう、男子。まあ、くれたもんは僕はね、もうすべて使う。で、まあ、500個くらい残っとけばね、ゴールデンウィークとかね、すべてのガチャ引けるでしょう。ね。で、僕よりね、ガチャ引いてる人なんかはね、もっとすごいでしょう。1000個とか帰ってきてる人いるんじゃないですか？いやー、気持ちいい。運営さん、ありがとうございます。ね、こんなに石くれるなんて、今まではね、あ、ヘスティアの進化前だ。こんなに石返ってきたっていうのは、あれか、くさびの時にありましたよね。くさびコレの時に。あの時もね、結構返ってきたんですよね。引いた分返ってきたから。あの時も2、300個返ってきた気がする。まあ、今回はその日じゃないですね。超ゴマなんで。くさびの時より引く人なんていっぱいいます。出てくんねえかな、ちょっと。村正出て。いや、ゲイボルグー !4 体目まさかのゲイボルグ4体目。いきまーす。ひやーあ、スキップしちゃった。間違えちゃった。ふわお。B ゴマ多すぎ。このアスモデウスは普通のか。アマデウスだった。今4枚ゲットできました。あと3枚か。まあ、いや、あと一周しちゃえ。惜しみなく使います、石は。あらペトラとマモンもう一体欲しいんだけどなそこもお願いしますよ、運営さん。どうですか？あ、爆死。で、あと3枚。うん。まあ、いけるな。あー、天井まで行っちゃいましたよ、僕。はい、スキップ唐突なるスキップ。あら？お花見ドヤゴン？ドヤゴンって違うな。お花見ドラゴン。ひえー。あと2回。まあ、この1回でね、天井までは行けるんですけど、ここで村正が出たらどうするの？まあ、そしたら、違うね、駒を交換するだけなんですけど、
さあどうでしょうか、運営さんお願いします。何枚ですか？1枚2枚。さあ出たな、これは出ましたよ。はいはい、エンマ、エンマかい。じゃあラスト、ラストじゃない、ラスト22連いきまーす。はい、スキップ、ミスター、間違えた。はいはい、常設やはり出ないですね、そんな簡単に村正は。はい、あー、まあラストも爆死かな、スキップでいいやもう動画の尺的にもね、そんなね長くしたくないんで。はい、皆さん行きます。たまりました、9枚、9枚引いて37枚になりました。村正を交換したいと思います。どっちだこれ、こっちですね。バーストバリアの方を持ってないんで、はい、村正交換からの所持駒でね、ロックかけて、いらない駒をバンクに預けると。はい、今回の超駒コンプでーす。やったー。はい、まあこれがしたかったので緊急のね、動画を撮りました。まあフェイルノートはナーフ されちゃいましたけど、まあまあ十分十分でしょ。こんだけの性能でもね、多分十分まだ強いということで、はい、皆さん今回はこれで動画終わりにしたいと思います。よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではさよなら。